今ですね、リシテンシュタインという国にいます。ヨーロッパのリシテンシュタインですね、今いるところです。で、リシテンシュタインのね、お城があってですね、リシテンシュタイン家の貴族の方がね、まだこちらにいらっしゃるんでね、立憲君主国です。で、人口は3万人ほどで、ファドゥースってところが首都なんです。今ファドゥースのところに来ています。で、丘をね、かなり疲れたんですけど、結構登ってきました。ハイキングですね、ちょっとしたハイキング。で、そうするとね、すごく綺麗なね、景色が堪能できます。ものすごいですね。ここが一番多分絶景のポイント、このファドゥースの街。向こうの方は多分ファドゥースとは違うのかな。人口5000人ぐらいらしいですけどね、すごいですね。これリヒテンシュタイン全体で3万人、そのうちの5000人が住まないのがこの人のファドゥース。すごいね、これ。そこのところはブドウ畑とかあるみたいなので、多分そのブドウ畑っぽいですね。食いてえな、ブドウ。ワインとかもね、多分作られるんでしょうね。すごいですね、なかなか綺麗です。で、その辺りが一応バス乗り場ね、ここに来るには、スイスのチューリヒから来るのが一番手っ取り早いかなって感じがします。で、チューリヒから鉄道で来て、サルガンツってとこまで来て、そこからバスで30分、電車で1時間なんで、合計で大体片道1時間半、2時間30分ぐらいです。すごいね、この山々の囲まれた感じがね、すごい素晴らしいです。